キチー、プキ、うれー、夜に。はってめえ、お前だけ信号待ちプラス1分にするぞ、これからの人生。やだやだ、それだけはやだよ。じゃあ俺に武器を売るんだな。はって、おいのここったー、武器の塚木でーす。本日なんですけどですね、新武器のね、スクルースロッシャーネオが出たとのことでですね、こちら使っていくんですけど、あのね、ポイセンとね、まあボムラッシュ、もうね、見るからに強いですね。はい、使っていきましょう。はい、ということで、お、もずく農園やんけ。もずく農園ってさ、結構さ、なんかゴツゴツしてる感じあるじゃん。だから、なんか、この、高低差激しいわけではないんだけど、ゴツゴツしてると、このね、スクルースロッシャーが結構生きるステージだと思うんですよ。このね、このね、着弾が遅い代わりに、その代わり、あと射程が短い代わりに、この後ろとかをね、結構、誰だ今のタイミングでフルーツシーズン送ってきたやつ。で、こういう風に、裏もなんか取れる。それは別に何の武器でも取れんだけどさ。まあまあまあ、こういう風にね、あの射程はまあ普通ですね、普通で。裏の敵とか結構やりやすいので、裏ってあれだね、あの建物があるとことかで、なんて言うんだろう、これまずいまずいまずい、こういう風になんて言うんだろう、ブラスターに似て、ほら、こう今の当てられたでしょ。今のもあの後ろにいる壁の裏とかに張り付いてる、なんでやねん、壁の裏とかに張り付いてる敵もやれるんすよ。うまい方言いました。あのですね、松屋のね、ネギ塩カルビ丼ぐらいうまいです。いや、あれめっちゃ好きなんだよね、本当に。あ、松屋味噌汁ついてくるしね。牛丼協会は争ってるようだ。オッケー、なんかうおー、いや、こう見たか、これ計算通りだ。今のがあれだよ、壁に張り付いてる敵でも直撃取ってやれると。で、こういう風にボムラもあります。なんでやねー、なんでボムラ使ってるやつに突っ込んできたの、このチャージャー。絶対許さねえ、お前絶対許さねえ。プールサイドで走ってる人ぐらい許さねえからな、本当に。滑って頭打ったらどうすんだよ、本当に。許さねえ、あいつマジで。個人的に。よいしょ。で、この裏戦法、裏。当たんねえか。あれあれ、なんか、にちやんか、にちやんか、にちやん。なんでやねん。なんで俺がやられたの、今。なんで俺が今やられたの、逆にやられちゃうの、恥ずかしいからやめて。本当に。やべやべ、めっちゃ押されてんじゃん。こっから頑張ろう、こっから頑張ろう。さてさて、さて、ボムラ吐きたいな、ボムラ。まあ、ボムラッシュとか、ボムピか。ボムラッシュピッチ、あ、ボムラでいいのか。オッケー、なんか持ってく。さて、上に今いなかった、そこ、こういう上からでも垂れ流しで、ほら、当てられるんですよ。これがね、あの、洗濯機の強い、なんでやねん。洗濯機の強いところなんですけど、あれですね、スプラトゥーンはでも似たような武器がありまして、あの、ボムラッシュは全く同じなんですけど、サブがね、このポイセンじゃなくて、ボムだったんですよね。でね、僕はね、こっちの方がね、結構使いやすいなって思いますね。まあね、いろんな武器はね、人によって好みあると思うんですけど、やっぱりセンサーっていうのは、このスプラトゥーン業界で一番強い、やつになっておりますので、あいつ許さねえ、どこだ、どこだ、許さないぞ、お前、お前、さっき許さねえ、オッケー、ほら、こういう風にね、当てられるんですよ。え、インクだよ、すいません。で、一回インク貯めつつ、どこに行ったか模索、あっち行ったのか。逃げたな。あ、近づいてきた。ここ上がってくんじゃない？ガニチュウやんか、ガニチュウやんか。やべ、やべ、近すぎてわけがない。どこ行った？あ、右、右。それ逃がさない。絶対逃がさない。あいつだけは。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、なになに？あ、かわいい、かわいい。かわいい。JK みたいな感じの反応しちゃったよ、俺。あー、ほんとに。オッケー。ボムラで詰める。いけ、味方来い、味方来い。ボムラ詰めてる。オッケー、オッケー。やれる、やれる。早く、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 あと一発、あと一発、味方、早く、早く、早く。あ、まずまず、それ持ってきたい。オッケー、直に連で、そこナイスナイス、もう詰めよう詰めよう、それもなんか持っていってあげる。オッケーオッケー、で最後塗って、最後塗って、オッケーオッケー、勝てるぞ、4つ0 4つ、オッケーオッケー、おお、大逆転じゃね、最後だってずっと押されてたもん。いや、縄張りって何が起こるか分かんねえ。皆さんもね、あの、人生って縄張りバトルみたいなもんなんで、結局ね、最後の最後で何が起こるか分かんないし、途中からね、ずっと追い上げてる人もいるし、結局ね、人生って縄張りバトルなんすよ。勝ててよかった。およかった。意外に先輩じゃなかった。なんかめちゃくちゃ先輩だと思ってた、俺。次行こう。はい、ってことでですね、ガチマッチでも通用するのかやっていきたいと思います。なんかさ、後から出た武器、最近出てきてる武器って結構強い武器が多いよね。わお、チャージャーと、うおお、敵、チャージ系の武器3枚だぞ。めっちゃ抜かれるやつじゃん。もう見たらわかる、抜かれるやつやん。抜かれたくないんだよね、俺もう。こういうさ、なんかさ、ブラスターとかさ、こういう洗濯機使ってる時ってチャージャーに抜かれやすくなっちゃうから、やっぱりジャンプ打ちとかするからさ、あとトマト結構打ったりするから。オッケー。オッケー、なんか一枚持ってた。インクがナスティング。ここで、ちょっとイモリ、この壁何気に強い。トリケラトプスの角みたいなやつ、これ結構強いな。オッケー。あいつも来るな。どこ行った？そっちか。そっちか。でもこう狙ってる時にも、あのチャージャーに、おっ、キャッキャッキャッ、危ない危ない。チャージャーに狙われるから嫌なんだよな。
でも塗りはね、敵の方がね、おそらく弱いと思ったけど、うん、まあ敵の方がね、塗りはおそらく弱いと思うから。でもボムラッシュで意外に打開してきてるな。だったらこっちもボムラッシュ。いや、ボムラッシュってそのさ、敵を、うおー、そこにいたの。敵を、ほら、オッケー、オッケー、オッケー、危ねえ、危なかったー。それもやりたい。オッケー、そこ、ここだ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。敵をそのね、詰めることも、なんか自分たちが詰めることもできるし、敵を追い返すこともできるし、抜くこともできるし、キルすることもできるって。おお、ナイスナイスナイス、なんかやれたわ。結構ね、結構ってか一番って言っても一番、まあスプラトゥーン1ではセンサーが一番強かったんですけど、オッケー、なんかやった。そこにもいる。そこも持っていきたい。そこも裏剣、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 オッケー。全然裏剣じゃないけどね。いや強いな、やっぱり普通に洗濯機に打ち勝ててるもん。うん、やっぱりうまくね、これはね、このアーチを描くのを使える人がやっぱり使え、うまいっす。あ、使えるようになりますね。よし、こっからちょっと攻めに行っちゃおう。お邪魔しまーす。ちょっと待って、やられたことについてより俺が気になったのは、お邪魔しますですね。こんにちはとお邪魔しますが混ざって、お邪魔しますって言っちゃいました。皆様ね、よかったらね、初対面の人に、あ、お邪魔しますって言ってみてください。よかったらね、なんだこいつって思われると思うんで、よかったらよろしく。さてさて、こっからね、あとはね、アーチを描くように敵を倒したい。さて、ちゃんとセンサーも投げて、さてさて、お、何センサー？そこからチャチャ入れてくれる人がいるってなると、奥にもセンサー投げたい。そこにも一発当てた。それは持っていきたい。その辺いっぱいいる。オッケーオッケーオッケー、2枚当たりました。オッケーオッケー、サウサウチ塗れる塗る、ナイスナイス、コトコトコト、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、ナイスー、オッケー。ユタクラチェイクで言いますな、ゴジラ VS モスラのゴジラぐらい強いですね。いやー、いいっすね。こういう刷新武器がどんどん出てくれると、やっぱりなんだろう、スプラトゥーン2も盛り上がるし。はい、おー、いいね。でもこれ編成がちょっとね、あれすぎたけど、あ、意外にすればチャージャー抜かれなかったな。そういえばやっぱあれだね、これ一足積んでるから横動けるからね、こうシュ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 みたいな。強い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 。ほいってことで、またやっていきましょう。いや、勝率もね、今んとこ何連勝もしてていい感じなのでね、今、いい感じできてます。おお、チャージ光ってる、味方の。よっしゃ、あ、敵？あ、敵も光ってんのね。あ、じゃあこれ見どころだな。しかも、どっちもスコープありチャージャーだぞ。いや、これ見どころだな。どっちの光ってるチャージャーが強いか。あとは、俺がどんだけ動けるかが大切だな。とりあえず左のやつ、あいつチャチャリに行きたい。このね、この裏でも当てれると。オッケーオッケー。よし、やるやる、オッケーオッケー。いいなー、この武器。やっぱシューターと違ってさ、ああいうバルーンがあっても横からさ、ちょっとダメージ加えられるのマジ強い。うん、なんかいる。ごめん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 。あ、ああいうち持っていけたの今強いわ。え？よく今のああいうち持っていけたな、俺。やっぱ2連、まあ、2回チョック当てれば、あれだからな、まあ、倒せるからな、言うて。だからしっかりチョック当てれれば、とりあえずね、ボムラで。こういうね、エリアっていうのは、やっぱりボムラッシュがすげえ強いから、特にこういうちっちゃいエリア。マジで強いから、そこ来てないか、オッケー、見てくれてるね。エリアこのボムラで確保したい。オッケー。しっかり塗る、塗る、塗る、オッケー、オッケー。しかもこういう風にさ、縦長いやつだとさ、これもさ、オッケー、そこ着がりたい。なんで俺がやられた、くっさくさくさくさ、俺がやられた。タクラ刑事かと言いますと、タコさんウィンナー入れといたよとか言ってたのに、全然ウィンナーじゃなくてベジタブルな弁当だった時ぐらい悔しいですね。いや、めちゃくちゃ肉肉しいさ、やっぱ部活とかやってるとさ、肉肉しい。うん、もういる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 、オッケー、オッケー。今のがやれるんですよ。強いな。そこ味方、いや死ぬっしょ、うん、だよね。ごめん、それ引くわ、ごめんね味方、敵取れない。あとで取ってあげるから、勝てば大丈夫、勝てば大丈夫。オッケー、塗る塗るは塗る。この壁に、ま、巻き添いながら。でもちょっと、お、ナイスナイス。え、なんで俺今、え、入れてたの俺、あいつにダメージ。サポートキル入ったんだけど。とりあえずボムラでまた塗ると。このボムラがね、強いんだよね。オッケー、やばいやばい。このボムラ足元にクイッてやればね、オッケー、足場も取れるしね。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。そこは、着はどこ行くだ、着はそこか、そこか。あ、まずい、これ死んだ。オッケー、ランクソ。あ、今、ああいう持ってくると思ったのに、くそー。でも、直送で無理だよね、マジで。くそー。大丈夫、大丈夫。落ち着け、落ち着け。落ち着け、落ち着け。エリアの時こそ落ち着け。こういう風に味方が落ちてる状況でも、しっかり、あいつにセンサー当てよう。センサー当てて、しっかりね。ちょ、やべえ、もらっちゃった。危ない危ない、2発もらったけど、味方強え。てか、チャージャー、いい仕事してくれるな。チャージャー結構あれっすね。やっぱ、光ってるチャージャー、まあ、敵のチャージャーもそうなんですけど、光ってるチャージャーってやっぱりね、周りが見れるチャージャーだと思うの、ほらね。チャージャーいいでしょ？やるとこやってくれるチャージャーは本当にね、もうね、もう男前。うん。かっこいい。惚れる。うん。で、こういう風にね、ボムラでちょっと押しつつ、そこはチャチャ入れて持っていくと。で、こいつも持っていきたいけど、直、あ、無理か。直2回じゃないときついもんね。ダメージ入ってれば、直1回でもやれるんだけど、くそ、今ダメージ入ってなかったか。これ1回取られそうだな。1回取られるかな？うん、1回取られちゃうね。オッケーオッケー。じゃあ、ここからまた、ボムラッシュ溜めつつ、エリア塗りつつ、ナイス。
あいつも、なんでや、あいつ射程投げ。もうさ、一発で発もらっちゃうともう逃げられないよな。お、逃げた。オッケーオッケー、ナイス確保ナイス確保。こっからだな、しっかりボムラ貯めよう。ボムラはね、別にね、打開する時も必要だけど、敵が来た時に追い返すことも、まあ、さっきも言ったと思うんですけど、できるんで、こういうね、エリアの時とかね、こういう風に自分が有利な状況でもね、できるだけこういうね、裏のとことかね、しっかり塗ってあげるとね、やっぱチャージャーもね、お、後ろ塗ってくれてんじゃん、ありがてえって思うだろうし、で、こういう風にもうストップしたらすぐ行く。あ、もうダメだ、ワコン。さて、また取り返すか。よいしょ、段差邪魔だな。しっかり塗って塗って塗って、オッケー、これで塗ってあげないと。オッケーオッケーオッケー、シャボン玉ね、できるだけ。うわ、なんかいる、そこ。オッケーオッケーオッケー、やれるやれる、オッケーオッケーオッケー、やれる。そこだよね、そこの裏、そこ、それか。よいしょ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 、オッケーオッケー、強いな。オッケー、それもしっかり持っていく。3発でオッケー。3発目が直撃とか、なんか損した気分だわ。しかもサポートキルって、もうなんかもう泣きそう。オッケー、ボムラ溜まった。これちょっと攻めに行っちゃおうか。普段はこんなことしたくないけど、ちょっと裏からちょっと遊び心満載で、こういう風に、オッケーオッケー、なんかいる。お、落ちてった落ちてった、オッケーオッケー、一枚やった、オッケーオッケー、よし、聞いた聞いた、裏取り聞いた、裏取りスペシャル聞いた、オッケーオッケー、しかもカウントリード、いいぞいいぞ、よかったよかった。今ダメだった、どうしようと思っちゃった。あいつにはチャチャ入れよう、チャチャ、あと一発、オッケー、やったやったやった。でもう一枚そこいるのは、多分あれだな、ラピだから、一回こっち見に行こうか。よし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 。やっぱ Y ボタン使えるよね、後ろすぐ行きたい時とか、今みたいに。さてさてさて、そこ、ナイスナイス、オッケー、いけるぞこれ。オッケー、ダメ、死んじゃダメ、死んじゃダメ。死なずにエリアを塗る。オッケーオッケー。そこもチャチャ入れて、一発ちょっと取った。ナイス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 、オッケーオッケー。こういう風にね、味方とも、ナイスナイス、いいぞいいぞ、チャー対決勝ってるよ。オッケー、それもしっかりやってあげたいけど、そこは横からチャチャ。で、これちょっと攻めるわ。オッケー、で、狭いにいたやつは、あー、やられ、でも大丈夫。オッケーオッケー。ふぅー。だから気持ちいいかと言いました。引っ越しが終わった後の、リビングでまったりするときぐらい、めちゃくちゃ今心地いい気分ですね。いや、マジか。え、強くない？え、めっちゃ連勝してんだけど、しかも全部、え、でも今のは余裕勝ちではないか。でも全部ね、いい感じで勝ててる。え、めっちゃ連勝できてんじゃん。オッケーオッケー。ムーニーマン吐きたい！オッケーオッケー。あ、13キロもしてたの俺。え、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。新武器。いやー。出てくる出てくる新武器。今んとこ強いですね。いや、俺はやっぱボムピッチャーラッシュみたいなのが、あ、じゃあ、ロボットボムラッシュがちょっと気になるけど。まあ皆さんよかったら新武器またやります。お前の母ちゃんファンキー、お前の顔マッキー、このペンはマッキー、みんな大好きアッキー、ドゥルルルッドゥ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 、チャンネル登録してくれた。